10月7日から渋谷駅に設置された広告。中顔面 6.5センチ、遠心顔、求心顔、デメ。暗号のような聞き慣れない言葉に訂正が施され、その下にはそれぞれの言葉の注釈が書かれています。こちらはボディウォッシュ製品などを展開するダブが打ち出したキャンペーンの広告で、10月11日の国際ガールズデーに合わせて、少しでも多くの女性が可愛いに正解なんてないということに気がついて、自分の容姿に自信を持てるようになってほしいというメッセージが込められているといいます。広告に採用されている言葉は、美容用語で美しさを表す様々な基準、それを訂正することで画一的な美の基準はないと訴えています。実はダブは9月に16歳から19歳の女性400人に容姿に関するアンケートを実施しており、小顔などの顔面の可愛さを定義する言葉に触れた時に、その言葉に自分を合わせなければいけないと感じると回答した人は 62% で、何かしらのきっかけで自分の容姿や体型に自信がなくなった経験があると回答したのが 82.3% にも上り、さらになんと半数以上が SNS を見ている時に自信をなくすことがあったと回答したと発表しています。顔のパーツの大きさや比率、こうした情報が SNS やネットに氾濫し、いつしか美を判断する基準として刷り込まれてしまう現状に警鐘を鳴らすこちらのキャンペーン。しかし SNS では、今まで知らずに生きてきたのに比較して逆効果と、広告によって逆にルッキズムを刺激しているのではないかと批判する声や、美の基準なんて誰にも決められない、同意でしかないといった賛否さまざまな意見が飛び交っています。 X のトレンドにも、ルッキズム、ダブの広告、バッカルコリドーと3つも関連ワードが入るなど大きな注目を集めています。ダブ PR 事務局は取材に対し、背景についてはリリース内に記載しておりますとした上で、 SNS などに寄せられている反響の声については今のところコメントしていません。なお、炎上広告を学びに変えるアドランプ代表中村ホールデン理香さんは、ダブのキャンペーンは良い意図から生まれたものの、その表現方法に課題があったとした上で、若年層に向けた企業広告については、価値観形成に大きな影響を与える可能性があり、弱者と企業のような強者の価値観がぶつかって起こる炎上のリスクに対応するには、広告企業は見えない教育者としての意識と弱者を守る観点が必要としています。はい、ということで永江さんはね、この広告表現はどんな風にご覧になりましたか？そうですね、意図とかはすごくわかるんですけれども、このわざわざ 言わなくていいじゃないみたいなのはすごくありますよね、その顔のどっかが 6.5 センチ以内だといいよみたいな、そう言われると気になっちゃいますよね。ね、多分この広告の意図としては、ね、これ疑問を投げかけるという意味で、ね、ここで立ち止まって考えてみようよみたいな、ね、意図があるのかなとは思うんですけれども、いろいろ、ね、波紋が広がっているということですが、ね、どうですか。でもその日本の場合、特にこのルッキズムみたいなところってちょっと、センシティブなところあると思うんですけど、海外永井さんよく行かれますけれども、はい、どうです？そうですね、日本に比べるとみんな好き勝手生きてる感じがしますよね。ただ一方で、はい、例えば中東諸国でも美容整形ってめちゃめちゃ流行ってて、そうなんですか。実は自分も行ってへえなんて思って、だって女性隠してるイメージありますけど、意外とその目でかくして鼻高くして唇分厚くしてって意外とめちゃめちゃ流行ってて、
なるほどななんて思うんですけど、ただ、まあ、特に日本で感じるのは、多くの人が、まあ、自分も一部そうですけど、その良くなりたい良くありたいってよりも自分は変じゃないかなって気にしてるというか、なのでこれだと変だよとかこれぐらいが変じゃないですみたいのがあると、え、私変かな変じゃないかなって気になっちゃう感じ。本当ですね。なんか分かりますけどね、なんか英語を使うシーンでもそんなことを感じることはあるんですか？でもそうだと思いますよ、やっぱり日本でよく英語教育で言われるのが、すごくあまり英語得意じゃないわけですよ、多くの人、子供たち、それはなぜかっていうと、英語っていうとみんなそのアメリカ人とかイギリス人の超ネイティブの教科書のような英語でやっぱり学ぶし、だからそうじゃないと、そのネイティブじゃない英語だとやっぱ恥ずかしいと思っちゃうので。すごいそう思います。なりますか、はあ、なります。ただ実際はニューヨークでもジュネーブでも、その確かに英語は公用語ですけれども、もうめちゃめちゃ崩れてる英語というか、ブロークイングリッシュこそが真にグローバルな英語なので、みんなもう気にせず喋ってるわけですよ。文法なんかもう終わってるし発音もよくわかんないけど、なので日本の英語教育なんか見ていても、もっとその非ネイティブな英語なんかをどんどんその教材に入れるとかしない限り、どこまでも気にしちゃいますよね。なるほどね。だそう思うと、やはりその日本人の考え方とか教育の中でもやっぱり指標とか正しさっていうのが重きあって、個性みたいなところはね、やっぱりそこが日本人の弱いところかもしれないですね。弱いですよね。でやっぱり自分は変じゃないかって気にしちゃう感じ、自分の英語変じゃないかなって、恥ずかしくないかなって、その先に何もないですよね。なので、まあ、今の若い子たちはそれこそ先ほども何かのきっかけで自分の容姿や体型が気になりだしたり自信がなくなったりした経験があるかっていう、ね、アンケートとかだとあるっていうのを8割超えてますから、だからそう考えると、やはりその、まあ、いろんなことを気になっちゃってね、比較してしまうと、今特に SNS がありますからね、大変な時代だなと思うんですけども、そういうところに一石を投じる意味で、ダウはその現代社会は画一的な美の基準にとらわれて自己肯定感下がってしまっているので、自分の容姿に自信を持てるようになることを願い、この広告を作成したということです。皆さんはどんなふうに受け止めますでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。アベマヒルズキャスターの柴田彩です。これを機にチャンネル登録もお願いします。